崎です。今回は開業まであと1年となった出島メッセ長崎についてご紹介していただきます。スタジオには交流戦略推進室出口裕太さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組でもたびたびご紹介してきましたが、出島メッセ長崎いよいよ開業まであと1年なんですね。改めてこの出島メッセ長崎という施設についてご紹介していただけますか。出島メッセ長崎は来年11月に開業するマイス施設です。3800平方メートルのイベント展示ホール、2700平方メートルのコンベンションホール、そして大小24室の会議室があり、さまざまな会議やイベントなどを開催できる施設です。インターナショナルブランドのホテルヒルトン長崎も隣接して、VIP の宿泊にも対応できます。そんな出島メッセ長崎は今長崎駅そばに着々と建設中ですよね。今年整備された新しい長崎駅に隣接する、この場所に建設をしています。はい、もう駅のすぐそばでとっても便利な場所ですからね。この施設は私たち市民も利用することはできるんですか。はい、もちろんできます。これまで長崎では開催できなかった大きな展示会や、はい、魅力的なイベントなどに参加できる機会も増えますし、ホールや会議室を使っていただくこともできます。11月からは一般の予約も始まります。会議室は2200円から利用でき、市民向けには料金が 30% オフになるお得な直前割引もあります。そんな割引制度もあるんですね。開業まであと1年、ワクワクしますね。そんな出島メッセ長崎の開業を前に、この週末イベントが開催されるそうですね。はい、明日10月10日土曜日と11日日曜日の2日間、出島メッセ長崎開業1年前イベント、マイスマイルキープスマイルを開催します。マイスマイルキープスマイルってなんだか楽しそうなイベントですね。はい、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で長崎でもいろんなイベントが中止されています。この状況下で経済を回していくためには、コロナに注意しながらさまざまな活動を再開させていく必要があります。今回はコロナに負けず、笑顔を絶やさず、長崎を盛り上げていこうという願いを込めて、はい、マイスとスマイルをかけてマイスマイルキープスマイルというイベント名にしました。なるほど。出島メッセ長崎のことを知っていただきながら、ご家族で楽しんでもらえるイベントです。どんなイベント内容なのか詳しく教えていただけますか。駅前のカモメ広場と街中のベルナード観光通り、浜市商店街の2つの会場が連携したイベントです。ではカモメ広場会場のイベントから紹介します。はい、まずはこちらをご覧ください。これは出島メッセ長崎の20分の1サイズの段ボールの模型です。段ボールで作った20分の1サイズの模型なんですね。手前にあるのはあのビルのガラスというか窓の部分でしょうかね。そうですね、ここは、ホテルの部分になります。はい、これどれぐらいの大きさあるんですか。はい、横が10メートル、縦が8メートル、高さが 1.8 メートルの、模型に出来上がっています。結構大きいですね。やっぱり20分の1っていうくらいですからね。この段ボールの模型の中には出島メッセ長崎に関するクイズを掲示しています。専用のアプリをダウンロードして参加ができ、すべて回答した方にはプレゼントをお渡しします。この段ボール模型の中にクイズが掲示されていて、全部答えた方にプレゼントがもらえるということなんですね。クイズに答えて出島メッセ長崎について学ぶことができるということなんですね。はい、ぜひ楽しみながら出島メッセ長崎のことを知っていただければと思います。はい、また会場には出島メッセ長崎の PR ブースもあり、こんな映像を見ることができるんです。はい、どんな映像でしょうか。後ろに出ますかね。これですか。はい、これが出島メッセ長崎のイメージ映像ですか。はい、そうです。この 3D ムービーの上映のほか、施設の概要についてのパネル展示などもあります。はい、そのほか会場では長崎のお土産や雑貨などの物販ブースのほか、出島メッセ長崎の塗り絵コンテスト、セリフ型のちびっこ縁日、フォトスポットなどお子様が楽しめる企画をたくさん用意しています。お子さんも遊べるイベントがあるんですね。
そしてあさって日曜日には田上市長もいらっしゃるんですね。はい、あさっての午後1時からは出島メッセ長崎開業までのカウントダウンボードのお披露目セレモニーがあります。はい、思わず写真を撮りたくなるようなおしゃれで長崎らしいボードをお披露目しますので楽しみにしていてください。おしゃれで長崎らしいボードのカウントダウンボードが登場するということなんですね。楽しみですね。そして今回のイベントはかもめ広場会場ともう一つベルナード観光通り浜市商店街会場があるということで、こちらでも模型の展示やクイズラリーなど様々な楽しいイベントが行われるそうですね。はい、長崎市が力を入れて取り組んでいるまちまいすプロジェクトを実験的に行います。はい、このイベントではもう一つある試みがということでまちまいすプロジェクトが、はい、あるんですが、まちまいすって何ですか？はい、出島メッセ長崎は学会、大会、イベントなどの開催を通じて国内外から多くのお客様を呼び込む施設ですが、長崎に来ていただいたお客様に街中や郊外での観光や飲食、滞在を楽しんでもらい消費拡大につなげるための仕組み作りを進めています。はい、これをまちまいすと呼んでいます。例えばベラバー園や出島などレセプション会場として活用したり、まあ、釣り体験やグランピングなど長崎らしさを楽しむメニューを準備することで広く町全体でマイスの参加者をお迎えし経済効果を高めていきたいと考えています。町中だけじゃなくてその郊外にも人が流れるような仕組み作りをしていくということで町全体を盛り上げていこうということなんですね。はい、です今回のイベントではメイン会場であるかもめ広場を出島メッセ長崎に見立てて、そこからもう一つの会場である街中の商店街へと人の流れを誘導するような仕掛けをいろいろと考えています。なるほど、出島メッセ長崎と街中との連携を築くためのイベントでもあるということですが、具体的にはどんな仕掛けがあるんですか？まず街中のお買い物にも使える商品券です。はい、出島メッセ長崎やイベントに関するアンケートにお答えいただいた先着250名の方に街中の協力店で利用できる500円分の商品券をプレゼントします。ぜひその商品券を持って街中の商店街に足を運んでいただき、お買い物を楽しんでもらえればと思います。イベントに関するアンケートに答えた方先着250名の方にこの500円分の商品券がもらえるということなんですね。かもめ広場会場でも楽しんで、さらに街中でもお買い物が楽しめるということなんでしょうか。さらにホテルのペア宿泊券が当たるという抽選会にも参加できるんだそうです。しかもこのイベント期間中、かもめ広場会場から街中までを、まあ、移動することができるある乗り物が今回登場するそうですね。はい、アイランド長崎のご協力でかもめ広場から浜の町までをトゥクトゥクという乗り物が走ります。トゥクトゥク、はいはい、アンケートに答えていただいた方に乗車チケットをお渡ししますので無料でご利用いただけます。アンケートに答えた方がこれに乗って浜の町会場まで行ける、移動できるということなんですね。これタイのタクシーなんですね、トゥクトゥクっていうのはね。出口さん乗られたことは？はい、私は乗ったことがあるんですけれども、とてもスピードが出てスリルがあります。そうですか。はい、結構楽しい乗り物、楽しいです。なんでしょう ね、はい、ね、どんな乗り心地かぜひ乗ってみたいなと思います。そして出島メッセ長崎と街中をつなぐサルクも今回企画されてるんですね。はい、かもめ広場会場を出発し長崎駅、現在建設中の出島メッセ長崎市役所の新庁舎にご案内します。その後メガネ橋や上野彦間生誕地など街中にある観光地や名所を巡りベルナード観光通りを目指します。ゴールしたらアンケートに回答いただき、街中の協力店で利用できる500円分の商品券を使ってお買い物を、楽しんでいただけます。このサルクも無料で参加できるということでね、商品券もいただけたりとか、本当、ね、いろんな楽しいこと、お得なことがあってびっくりしますね。こういった取り組みによって出島メッセ長崎と街中両方がこうにぎわっていけばなということなんですね。はい、そうなることを目指しています。また今回のイベントは新しい生活様式に対応した形で新型コロナウイルス感染症対策を徹底しています。はい、
アルコール消毒液の設置や、検温の実施などはもちろんのこと、先ほどご紹介した、クイズラリーでスマホのアプリを活用したり、ちびっこ縁日をセルフ方式で、行ったりするのもできるだけ非接触型で行えるようにするためです。ちびっこ縁日をセルフ方式っていうのはどういうことですか？はい、お金については、料金箱にですね、自分で入れてもらったり、はい、あとはボールすくいであったりとかヨーヨー釣りなどもあるんですけれども、はい、この使う道具はご自分で取っていただくなどの工夫を凝らしています。なるべく本当触れ合うことがないように非接触を目指しているということなんですね。そうですね、うん、はい、コロナ禍の中で、安全安心なイベントを開催することで、今後皆さんがさまざまなイベントを開催する際の戻りケースとなり、開催できるイベントが今後増えて街中の活性化につながればと考えています。長崎市ではこういった新しい生活様式に対応したイベントを開催するための支援制度も始まったんですよね。はい、現在新しい生活様式対応型イベント開催費補助金の募集をしています。補助対象者はイベントを主催する市内の事業者で、新型コロナウイルス感染症予防対策のために新たに発生する経費の4分の3を補助します。募集期限は10月16日金曜日までで、応募が予算額に達しない場合は引き続き来年2月まで先着順で受付を行います。詳しくは市のホームページをご確認ください。コロナに負けず、ね、長崎の街ににぎわいを取り戻していけたらいいですね。はい、では最後に出口さんから皆さんへメッセージです。出島メッセ長崎の開業までいよいよあと1年です。出島メッセ長崎について知ることができるイベントはもちろん、お子様やご家族で楽しめるイベントなど内容が盛りだくさんです。皆様のご来場をぜひお待ちしています。今日の知っとく長崎は出島メッセ長崎について交流戦略推進室出口裕太さんにお話を伺いました。出口さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。